スカイラビリンスはそれ自体が、おめでとうございます。そりゃそうだろう。もしかして、いい、8位です。まあ予選通過できたんだし、本戦。ああ、明日。あとはウェンディが宿に戻っていればバンジーOK と思ってたけど、事態はそんなに簡単じゃなかったんだ。 実っておる。今年こそ完成するかもしれんな。待っているがよい、ゼレフ卿。守備はいかがですか、アルカディオス。は、姫、万事順調にございます。ついに我らの宿願が叶うのですね。世界を変える扉、エクリプス。すべて姫の御心のままに。あとはこのよし、ここだ。えっ、
が精霊を強くするレグルスインパクト。さてアイスメイクアイスブリンガー。ドッ。メイクコールドエクスカイバー。よしカリューのでっかい。もう終わりか。暴れたんねえぞ。
よし、さあ行くわよ。開け処女宮の扉、バルコリタホール。アイスメイクコーンドイズタイバー。よし、俺たちの勝ちだ。よし、よし。よし、おりゃ、やれやれ、お出ましか。ルーシーすぎー。
守る。フォトンスライド。いや、カリーの絶対。よっしゃ、勝った。切られたいものからかかってこい。よし。帰ってきたぞ。頑張ってるね。やるじゃないか。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。いや。あ。
やれやれ、お出ましか。何？さて、次は。帰ってきたぞ！調子いいね。やったね！魚何匹買えるかな？行くぞ！よし！いよいよ大魔党演武の本戦が始まるぞ。時間的にそろそろ行かねえとまずい。けど、ウェンディがまだ見つからねえ。近くで倒れていたのが、夏さん。ウェンディ、すみません。魔力欠乏症ね。一度に大量の魔力を失ったために全身の筋力が低下してる。みんな、ごめん。この大会の中に、ウェン、まだ何とも言えないけど、俺たちの戦力低下を狙ったのか。それと今はやるしかない。よし、そうだな。出場ギルドが発表になるわ。さあ、参加チームの発表だ。名前に反したアラクレ集団フェアリーテイル。ブーイングだと。大陸中を騒がせた天狼組の機関によりフィオーレ一となるか。気にするな、ルーシー。仲間の声援があればそれだけでいい。ブレイブレイフェアリーテイル。てか、あれ、まさか。フレーフレーフェアリーテイル。マスターメイルス、応援に来ちゃいました。来ちゃいました。やだ。大丈夫です。ギルドの紋章をつけた人しか私のことは見えてませんから。いや、そういう問題なのか。だって天狼島にいるのも暇ないですよ。初代が見守ってくれるとは心強いな。幽霊だけどな。さあ、続
ついては予選7位、地獄の猟犬ハンター。6位には女性だけのギルド、大海原のマイキーね、マーメイドヒール。5位は漆黒にきらめく青き翼、ブルーペガサス。4位、愛と戦いの女神、聖なる破壊者、ラミアスケール。続いて3位、これは初出場ギルドだ、真夜中遊撃隊、レイヴンテイル。レイヴンテイルだ。これはマスターの息子イワンのギルド。闇ギルドじゃ。こんなのが大馬頭演舞に参加してよいのか。おお、最近正規ギルドに認可されてたみたい。イワンめ、ふざけおって、どんな手を使って。お前らがウェンディを許さねえぞ。残り2チーム、セイバーテスト、あと何だろう。まだ強いギルドが隠れてやがった。ジェラールの言っていた魔力と関係あるのか。さあ予選2位チームの発表だ。おっと、これは意外、落ちた羽の羽ばたく鍵となるのか。まさかまさかのフェアリーテイル B チームだ。なに、姉ちゃん、ガジル、ジュビオ、ラクサスとか反則でしょ。つーかなんでミストガンがいるんだよ。まさかお前ジェラール。マジか。今回からのルール改正により各ギルドは2チームまで参加できるようになっています。そっか、だから参加チームの数が多かった。冗談じゃねえ。たとえ同じギルドだろうが勝負は全力、手加減はなしだ。別チームとして出場したからには敵、負けねえぞこの野郎。望むところだよ、予選8位のチーム3。ガジルはだいぶ力をつけてきたぞ。ノイツだって負けないよ。それにしても B チームすげえ強そうだな。さあいよいよ予選突破チームも残すとこあと1つ。最強、天下無敵、これぞ絶対王子や、セイバートゥースだ。出てきたか。楽しもうぜ、夏さん。何ガンタラてんだこれ。ガジラ、あれがフィオーレ最強のギルド。絶対負けるな、ナイチュー、ガジラ。頑張ってください、スティング君。スモも応援する。あの客席にいるのエクシードか。